おはようございます。ジルと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。 EX 回です。さらに今回ちょっとね、パソコンにいつもより負荷をかけています。これ何かわかりますか？つまりこの動画は公開されない可能性もあります。何をしているのかって言いますとですね、今もうパソコンがシューって音立ってるんですけど、これはですね、1080にしてます。よくある。これは解像度の話ですね。はい。YouTube では右上、携帯で言うと右上の方でね、解像度のなんか設定みたいなのがあって、その中で私、実は、一昔前のゲームパソコンのため、720p でいつも撮って編集してるんですよ。で、編集パソコンも、その、別のパソコンなんで、その分、720じゃないと、まあ、激重なんですよね。それを今回あえてね、1080p でお送りしております。どうですか？綺麗に見えますか？わかんないよ。じゃ比較画像をこうぜ、比較画像。わかんないんだよやっぱり。今回使うのはですね、ハグレメタルメタルスネームメタルキング。もう何を使うかわかるでしょう。過去の動画でちょっと紹介しただけなんですよ、こいつの存在って。なんで今回はね、ついに EX 界でこの強さの解説をしていきつつね、やっていこうと思います。さあ、そのプラチナキング、その強さをベーロ脱ぐ、無理かな。さあ、始まりました、プラチナキングのね、初陣です。プラチナキングっていうのは結構過去にも解説したんですけども、というか過去の解説通りな気がするんですけど、僕は。ステータスからいくとね、まあ全てのステータスがね、なんかね、128、128、250、128っていうね、なかなか面白いステータスになってます。もう致命的です。もう致命的ですよ、言ってしまえば。255しか身の守りでさ、波の打撃耐性、そりゃこうなりますよ。打撃耐性あるんですよ。まあ波ぐらいかな。はい。でも、それってどういうことかっていうと、デンタより低いわけですよ、打撃耐性がね。デンタほどの打撃耐性はないんで、普通に100だの何だのポン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 下っていくっていうね。これはどういうことなのかって言いますと、HP が998しかない中で、こんな HP でどう戦いというのかっていう話ですよね。はい。で、僕もそう思うんですけど、人がプラチナキング使ってのみんな楽しいんですよ。というわけで今回皆さんの飯馬になろうと思います。なんか先制攻撃のチャンス言うてるわ。んー、キングブラスターでいこうかな。力128しかないんですよ。合体モンスターの力128っていうのはワーストレベルですよ。一番ワーストはグレートドラキーとかいうやつなんですけど。おー、回避率 25%。敵に回したら 75%。あちょっと待って、頼むって、ちょっと待って、本当に頼む。ねえ、ここで負けてさ、そのまま動画終了さよならってやめてね。おお危ねえ。さあ、力128から、キングブラスト、いくぜ。力128。ねえ、もう、すぐピンチに追いやられます、こいつは。何が起こるかっていうと、もうこれはもうやるしかないでしょ。グランドネビラ圏内にも言いやすい、それがプラチナキングの強みです。いくぜ、ゼロ、おらーっ。長所それぐらいじゃないの。いやー、これ超えれないじゃない。これ超えれないじゃない。ちょっと待って、これ超えれないんじゃないの、プラチナキング。魔王だの魔王じゃないだろじゃなくてさ、普通にこれ超えれないじゃない。プラチナキングってなんかロマンがあるじゃないですか。全部メタルのチーム組み合わせたらどうなるんだろうってなって、プラチナキングだ強いんじゃないのっていうさ、なんかロマンはあると思う。なんかそれこそ暗黒の魔人と同じような感じだと思う。ロマンがあって、まあ使ってみようってなって。ただ暗黒魔人と決定的に違うのは、暗黒魔人の方が強いってことですよ。力も低い。なんか身の守りも255しかない。打撃耐性も波。で、プラチナキャッターも見りゃわかるじゃないですか。なんかお前、なんだよこれ280とかも。どのモンスターが出したらダメージなのみたいな。合体モンスターという3枠使ってまで出すダメージじゃないんすよね、こんなの。おーおーおおお。怪しい。で、これ超えれないんじゃないか、もしかして。なんかこのターンに、おお、いいね。いいね。頑張ってる。まだ、このターン食らってないもんね。ほとんど食らってないもんね。いいよ、いけるかもしれない、確かに。で、さっき、まあ、パンで見たんですけど、痛恨で、本当に死にます。
マジ痛恨死にます。いや、避けてる避けてる。プラチナキングは奇跡を起こすかもしれないな、 EX 界でね、 1080p でね。ちょっと編集の裏話になると、 1080p の編集を僕はやったことほとんどないんで、まあやったことはちょこちょこあるんですけど、パソコンが一緒にして重くなるんで嫌ってるんですよね。あ、でもなんか勝てそうな気配がしてきたな。痛恨が来なければ、あとは痛恨怖いのは、うわ大丈夫か、痛恨であーとかで死ぬのやめろ。プラチナキング、おお危ね、プラチナキング、ヒヤヒヤ、常にヒヤヒヤと戦うことになるんだけどさ、プラチナキングを使うことで狙えるものスリルが味わえます。いつ死んでもおかしくない、おお危ね。いつでも大ピンチ、いつでもヒヤヒヤ、それが味わえるプラチナキング。いらねえよそんなスリル。頼むって、スリル満点すぎなんだよこいつ使うの。おらーやったネビアの最大打点出すためのモンスターになっちゃってる。おい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 行くのか、行けるのかプラチナキング。俺不安なんだけど。おい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 、この先大体何、誰か分かるじゃんか、行けるのかプラチナキングってさ。迫力満点の大突進行くぜ。さあこっから、こっからこっからこっから998、大魔王は痛恨も出ないよ。でもそう、魔王大魔王では痛恨は出ないから、でも知ってんだよな俺は、どうなんか、おお。魔王大魔王は痛恨が出ません。ということは、まあ、事故による死亡はないんですよ。言うてしまえば、あり得るのは、おー、技の威力が高すぎて、魔王の、それに耐えきれない。あーあはははは、700さん食らった、うわ、700さん食らった、どうすんだ、どうすんだ、プラチナキング、どうすんの、お前、ははははは。よし、いいぞ、いいぞ、プラチナキング、いいぞ。頑張れ頑張れ、プラチナキング頑張ってくれ。頑張れ頑張れ、よし、でもとりあえず勝てるな。いつでも大ピンチやんか、もういつでもデッドライン、 HP30% ばっかや、気づいたら。エグザグランドネフラ、それまたかよ。こんねんじゃん、ね、ドルマゲズの激しい方で700さんから飛んでやれ、もうおしまいやんか、この大魔王。見えてる見えてる、ちょっと見えてるねん結果。いや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 、無理無理無理。どうすんだよ。プラチナキングっていう特徴がありまして、暗黒に弱いんですよ。暗黒に弱いです。でもですよ皆さん、ちょっと落ち着いてください。僕ね、他のモンバット盛り上げてる人の動画で見たんですけど、よくよく考えたら、なんか、ラプソーンはメタルで OK って動画を見たことがあります、僕。僕ね、ラプソーンはメタルで OK という動画を見たことがありまして、つまり、そのメタルであるプザンキングであれば、楽勝なのではないか。なわけねえだろうが、敵の行動次第だよ。確定呪文じゃねえんだぞ。最高ストーム流星群とかの卓だぞ、よりによって。ねえねえねえ、あれ、ここ行く行き、あれ、ちょっと待って、危ねえ。さあ大ピンチ、待ってくださいよ。あの動画ではメタルは、そうだ、呪文で OK、 そうメタル呪文が来るから、あの動画、他の先駆者の動画見たら、メタルの時に呪文来て、もうだから効かないって状況を生み出していたから大丈夫。つまりここのプラチナキングもそのムーブができると信じています。通過、そうじゃねえと死にます。頑張れプラチナキング、やれるぞお前、おい頑張れ、いける。全国のプラチナキング付けは見てるから。おお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 っとおっとおっと、あるんじゃねえかこれは。ワンチャンあるな。ここはまあさすがに食らわなきゃですよ、自分はさすがに食らわなきゃじゃないですか。うん、さあ次、輝く息で死ぬ可能性があります。次、輝く息で死ぬ可能性があります。まだわかんない。確かに次のターンをかわせばだいぶ楽だぞ。おおお、これあるか、これあるか、もしかしてあるのか。2連続呪文のターンを引いたわけですよ。で4ターン目はドルモーアかイテツカハの卓なんですよ。やるねー、あるかもしんないです、これこれね、あるな。ただ4ターン目はドルモーアかイテツカハの卓って、さっき言った通りプラチナキングが先制したら厳しいんだよね。迷うな、この一手重いね。
その生ジパチャキング早いからね。早いとこ乗せちゃうか。天使はさすがに握手だよな。天使は握手だと見まして、いきます。これしかねえだろ。天使は握手だわ。ラプソンが何かの間違いで早く動いちゃうことが結構多いから、あーでもここ動いちゃうか。でも逆を返せば向こうが今ドルムーンを打てば変わってくる。溜まっちゃったな。ってことは当ててくんないと終わり。当てなかったら終わり。よし、いいよ。ドルムーンで勝ち。ドルムーンで勝ちです。わー、ヒヤヒヤさせてくれるね。でここからはよく必勝パターンでも言ってた、負けがあるんですよ。高校いてつくで負けです。ここ高校いてつく食らったら負けです。または流星群も食らったら負けです。終わりじゃねえかよ。あーやばいよ、やばいね。これ高校いてつくで普通に濃厚負け筋です。いや会心を出してるんだよ。それは偉いんだけど、めっちゃプラチナキング頑張ってんの。思いのほか頑張ってくれてんのよ。ちなみに流星群でももちろん死亡ですよ。高校いてつくで負けです。高校いてつくで負けです。高校いてつくで負けです。 50%5 割で負ける。これ多分決勝ボタンを見つけます。確定負けが決定しました。皆さん、確定負けです。そんなしなくていいじゃん。そんなしなくていいじゃん。さあ次のターン、もうどうしようもありません。もうここまで来たらどうしようもないです。ただただラプソーに遊ばれてるだけじゃない。ラプソーに遊ばれてるだけじゃねえかお前。ラプソーのしかも嫌なとこ出てるしね。んで高校いてつくをするというね、めちゃくちゃめんどくさいことしてくるしね。なんで3ターン目とか先制してたのお前。うわひでえなー、マジでひでえわ。メタルの先駆者の動画でもこんなことにならなかったよ。あの人の動画こんなことにならなかったよ。言い訳が始まったよ。はい、もう9999は確定できます。さようなら。ただただ遊ばれただけじゃねえか、お前。プリーズワンモアチャンス。シドウに勝てればね、プラチナキングのね、超合金戦をね、おお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 、危なー。ここからプラチナキングがね、プラチナ勝った。回転数が上がっていく勢いそのままに、よいしょー、よっしゃー。